こんにちは、まさです。先ほど、令和4年5月分の毎月勤労統計調査が発表されました。これは、賃金の統計です。現金給与総額は、前年比で1%増加して、27万7016円です。おお、増加したんかって思うかもしれませんけど、 物価を含めた実質賃金は前年比でマイナス1.8%です。つまり賃金の上昇が物価の上昇に追いついていないんです。経済界に対して岸田総理は賃金を上げてくださいって要請してるんですけど、その前にやることがあるでしょって言いたいです。それは 消費税の減税です。そうすれば一時的に物価は下がります。そして減税することで消費が喚起されますから物価は徐々に上がっていくんですけど賃金も上がっていくんです。そこで物価が行き過ぎたら日銀が利上げなんかをやるわけです。これが正常な 財政政策、金融政策です。しかし、この国では30年間も実質賃金が下がり続けてるんです。右肩下がりなんです。ですから、5月だけの話ではなくて、30年間の話なんです。なんでこうなっているかというと、緊縮財政のせいです。消費増税が大きいですけどね。 あと、株式の配当金にお金を持っていかれてしまっていると、これも大きいです。要は、株主資本主義っていうやつですよね。従業員より株主が大事っていう考えです。岸田総理がロンドン行って、日本の株式買ってくださいって言いましたよね。これですよ。配当金あげます。 日本人の給料を下げますっていうことですよ。さっきも言ったように、緊縮財政化でこれをやったらダメなんですよ。賃金が下がるだけなんです。自民党が参議院選挙で勝ってしまったら、緊縮財政ですよ。増税ですよ。止めましょう。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。